定番大人の似合うメガネの選び方。イエーイ、ありがとうございます。皆さんこんにちは、 DI 上野浦店長のたくまでございます。こんにちは、 DI 上野浦ひかりです、はい。最近目が悪くなってきて、メガネが必要かなと感じてるけど、今までこうメガネをかけてこなかったから、どんなものが似合うんだろうとか、このシーンにはどういったメガネをかけていけばいいんだろうってお悩みの方もいらっしゃるかと思います。今回はそういった方に向けた決定版の大人の似合うメガネの選び方を動画にしてお伝えしていきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。じゃあ早速、大人のメガネ選びの極意を皆様にお伝えしていこうと思うんですけども、大切なポイントが4つございまして、ちょっと大事な順にお伝えしていこうと思うんですけど、まず1つ目が PPO で、2つ目がサイズで、3つ目が形、まあ、あと4つ目に素材っていうのを持ってきております。早速1番目 TPO になるんですけども、こちらですね、もう本当にお休みの日に使いたいか、お仕事でも使いたいか、逆にもお仕事だけで使いたいかとか、お仕事でもまあいろんな人がいると思います、もう結構そのアパレル店員だったり、こう人前に立ってこう活躍される仕事かとか、まあ、事務作業で結構長時間かけっぱなしになるから機能面を重視したいかとか、まあ、より本当にあとファッションでも、まあ、どういうお洋服を着るとかが、多分お客様それぞれの本当にパーソナルに合わせたちょっとこうイメージをまずしていただけると、でそれをメガネ店のこうスタッフに伝えていただけると、より本当にご自身が輝けるものが見つかるかなと思います。2つ目のポイントがサイズ感になります。メガネって実はサイズがあるんですが、お顔の大きさに合わせてジャストめのもので選んでいただくと、よりフォーマルにかっちりとした印象でかけていただけます。反対に少し大きめになると、カジュアルな印象だったり、ちょっとこう抜け感が出るような雰囲気になるの で、女性とかだと結構言われる方多いんですが、大きめにかけると小顔効果があるんでしょうって言われる方いらっしゃるんですけど、やっぱりちょっと大きめにかけると小顔には見えるんですが、少しカジュアルな雰囲気も出てしまうので、そちらもこう TPO と照らし合わせながら選んでいただくといいかなと思います、サイズの例としてひかりさんにメガネかけていただいたんですけど、だいたいこのプラスチックフレームで今ジャスト目のサイズ感でかけていただいております。まあ、印象も、まあ、大げさすぎず、小ぶりすぎないぐらいのサイズ感になるので、本当にお顔にフィットした、まあ、自然なメガネのかけ感っていうのが本当実現できてるかなと思います。このぐらいのやっぱジャスト目のサイズだと、まあ、かなりお仕事使いでもかなり困ることはほとんど出てこないかなっていうサイズ選びになりますね。で続きまして、こちらがやや大きめにかけていただいているメガネになるんですけれども、まあちょっとやっぱり先ほどの印象より見ていただくとカジュアルな印象というか、ちょっとぷっくり感というかですね、メガネに膨らみが見えて見えるので、なんとなく柔らかさだったりっていうのを演出はできてるんですけど、やっぱり先ほどのものに比べると、どうしてもちょっとかっちり感っていう部分では少しイメージとしてはなくなってくるのかなと思います。じゃあそもそもジャストサイズのメガネの選び方ってどう選べばいいのって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、初心者ですもんね。黒目と黒目の間の距離ですね、こちらを知っておかれるとすごくメガネ選びが楽になります、っていうのも今アプリとかでもですね、無料でアイメジャーっていうアプリ、うちの内線にも入ってます、すぐ写真を撮ってお調べすることができるので、気になる方はぜひアプリ撮ってみてください、一般的にはレンズの中央か、もしくは若干内側に黒目が入るのが、メガネのサイズ感的にはいいよっていうふうに言われているので、ぜひ選ぶときの参考にしてみてください、個人的な意見で言うと、ちょっと内側ぐらいがいいですねっていうのが僕が経験してるんですけど、僕 PD65 あって、実際65のフレームかけたときに、大体の人って目尻の方が長いんですよ、目尻の方の距離が 目頭、黒目から目頭までと黒目から目尻までの距離で目尻の方が長いので、黒目真ん中に合わせちゃうと目の位置でいうとちょっと外側に見えちゃうので、気持ち黒目の PD は狭めぐらいの方が自然に見えやすいかなと思います。で続きまして3番目のポイントになるんですけど、こちらで形っていう部分が出てきます。皆さんの中に多分丸っぽいフレームとか、四角っぽいフレームとか、まあ、日本人の和製語で言うとウェリントン型とかボストン型っていう形が耳なじみのあるものになってくるかなとは思うんですけど、やっぱそういう形でフォーマル感、カジュアル感っていうのがやっぱ差がついてきます。でも分かりやすく言うと、もう四角い形の方がやっぱり角があるのでカチッと見えて、やっぱ丸い
フレームの方がやっぱりやんわり丸い印象になるので、はい、そういった風にカジュアルに見えてくるかなと思うので、まあ、早速ちょっとこう実際かけて参考になればなと思うのでちょっとかけてみますね。じゃ早速僕スクエア型といってかなりこう四角めのフレームをかけてるんですけど、はい、いかがでしょうか。はい、すごいカッチリ感出ますよね、はいはい、なんかやっぱりこう横にシュッとしてるだけあってシュッとした印象にはなるのかなと思います、はい、もうこれだと間違いなくお仕事の場面で使われてても絶対もう問題はないかな。間違いないですよ。はい、フレームですね。じゃあ続きまして2本目になるんですが、こちらがまあウェリントンだったりボスリントン、まあ、ボストンの間で、はい、まあ、四角と丸の中間 のぐらいの形で、はい、まあ、ちょっと角が取れた四角みたいな感じになるんですけど、はい、これもまだですね多分お仕事使いは全然皆様できるけど、なんか若干カジュアル味というか、はい、ちょっとおしゃれ感もパッと見で伝わるようなモデルになっているんじゃないかなと思います。そうですね、はい、はい、では続きまして3本目になります、はい、でまあ、サイズ合わせてるんでそんなに崩した印象にはならないかなと思うんですけど、やっぱり前の2本に比べるとかなりカジュアルめで、はい、どちらかというとちょっとおしゃれがけしてるな、おしゃれにメガネ楽しんでるなって印象がこう伝わりやすくなってくるようなフレームになるかなと思います。で、ね、はい、今ご紹介したのが形の違いになってきて、そちらでも随分こう印象ってすぐ変わるんですけども、はい、実はこのフレームの太さでもしっかり印象が変わるの で、ちょっとこちらから太めのフレームに変えてみます、ね、はい、カジュアルにならないですかね、はい、そうですね、かなりおしゃれがけ感っていうのがより表に出るので、はい、まあ、全然そのサイズは僕多分今すごい合ってるので、はい、これ多分お仕事とかスーツ着られてもかなりかっこよくは決まるとは思うんですけども、はい、まあ、かなりちょっともうおしゃれの領域にかなり入って踏み込んできてるかなという、はい、サイズ感と太さになってくるかなと思います。いや、形太さの違いの他にも、はい、実はこの深さ高さですね、はい、の違いもあって、はい、今結構こう、そうですね、メガネの縦幅ですね、はい、すっきりめのものをかけてもらってるんですけども、はい、もう少しこう縦幅が広くなると同じカテゴリーのスクエアでもかなりおしゃれ感が、そうですね、また違いますよね、はい、ボディーム感も多分一緒ぐらいだったと思うんですけど、はい、この高さだけでもだいぶそのカジュアル感、はい、フォーマル感というのが変わってくるので、ここもちょっと選ぶポイントになってくるかなと思います。では最後4つ目のポイントが素材の違いになります、はいはい、大きくメタルフレームとプラスチックフレームに分類されるんですけども、はい、こちらの素材の違いでももちろん印象は変わってくるんですが、どちらの素材もメタル素材かプラスチック素材かでも出せるお色味が変わってくるので、カラーバリエーションもやっぱり変わってきます。ありますよね、はい、そちらもかけながらお伝えしていこうと思います。はい、では1本目ボストン型の形にちょっと比較していこうと思うんですけども、最初メタルフレーム、金属素材のフレームをかけていただいております。やっぱ金属素材のフレームの特徴としましては、面で見えるラインがかなり細くなるのですっきりした感じっていうのと、やっぱり金属のメッキのちょっとこう光沢感だったりが出るので、清涼感だったりちょっと爽やかな印象をお顔元に与えてくれるのかなと思います。で続きましてプラスチック素材のボストン型フレームをかけていただいております。でメタルフレームとちょっと比較しやすいように、ちょっと細めのプラスチックフレームをつけてかけていただいてるんですけど、やっぱプラスチック素材のメリットとしましては、こう色味感だったりっていうのがカラフルになったりとか、あとプラスチック特有のちょっとこうヌメ感といって、こうプラスチックの表面の照り返しだったり、こう色味の輝き方っていうのが特徴として出てくるので、柔らかさだったりなんかカラーリングのちょっとこう派手さだったりっていうのが少し出てくるので、よりカジュアルっぽい感じにメタルフレームに比べるとなるのかなという印象です。で最後こちらですね、実はプラスチックフレームとメタルフレームに大きく分かれるって言ったんですけど、実はやっぱりコンビネーションフレームっていうフレームもあって、メタルフレームとプラスチック両方とも使ったようなフレームになります。プラスチックのその柔らかみとメタルフレームのそのスタイリッシュさをコンビネーションするので、よりちょっとこう中間的な印象になるんですけれども、素材のこう異素材の合わせっていうところで少しおしゃれ感も演出しやすいので、これかなりこう初心者の方にもですね、当店でも人気なバリエーションになっております。まあ、メタルフレームでいうとやっぱりそのメッキ塗りっていうのがかなり特徴的な部分にはなってくるので、やっぱ金銀のこう輝きだったり、はい、あとメッキを利用したアンティーク加工だったり、まあ、僕今かけてるとダメージ加工っていうものが、はい、まあ、楽しめるっていうのがやっぱメタルフレームのこう独特な楽しみ方になってくるかなと思います、はい、逆にプラスチックフレームはやっぱりカラフルさだったり、はい、やっぱりこういう風に色が濃い黒縁みたいなのも定番であるんですけど、こういう風にクリアの透け感のあるものも楽しめるので、こういった色味でちょっとカジュアル感っていうのも楽しんでいただけるかなと思います。
今までポイントをこうお伝えしてきたんですけども、はい、うん、もうなりたい印象に合わせてこうメガネ選ばれてください、はいはい、というのも今までがこうフォーマルかカジュアルか あの二軸の、うん、お話をですね、はい、お話をしてきたんですけども、うん、お仕事はラフだけど、うん、あの童顔でこうキリッと顔を見せたい方とかもいらっしゃるでしょうし、はいはい、丸型をかけたいな、でもプラスチックでかけちゃうと、まあ、男性とかで職場でちょっと浮いちゃうなっていう方とかは、まあ、丸型でメタルみたいな組み合わせですよね結局、はい、いろいろポイント4つに絞ってお伝えなどはしてみましたけれども、やっぱりメガネってフリーダムなので、はいはい、ある程度こう初心者の方の選びやすいポイントということでご参考程度にいただきながら、はい、本当皆さんに似合う1本を、まあ、お近くのメガネ店さんとご相談とかしながら、ね、お伝えした4つもご自身でこう把握されながら、まあ、やっぱ目の前にいるスタッフさんっていうのがやっぱ実際にお会いしているスタッフさんなので、まあ、皆さんのこうパーソナルを引き出してくれると思うのでぜひ頼ってみてください。では本日はあの似合うメガネの極意というテーマで4つほど、はい、まあ、あの素材だったり TPO だったりとかお伝えをしたんですけれども、はい、まあ、あの僕たちもやっぱりね好きなメガネっていうのはそれぞれあって、はい、ありますよねそのカテゴリーが。そうですね、はいはい、例えばどんなのですか。はい、私はデカプラスチックが好きなので。デカプラですね、はい、ちょっとわからないです、はい、まあ僕はもうね一周いろいろかけて回ったんですけど、はい、やっぱメタルフレーム好きだなっていう、縦幅が細いものをフォーマルっていう風に伝えてはみたんですけど、やっぱカラーレンズとか入れちゃうとこういう風になんかなんとなくおしゃれになっちゃったりするんですよ。なんで本当にメガネってすごいいろいろな条件があるんで、本当皆さんお気に入りの一本探してみてください。では本日の動画は以上でございます、はい、このチャンネルがいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録と、あとよろしければコメントの方もぜひお待ちしております。お待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、バイバイ。